こんにちは、平山茂です。今日はですね、8月21日ですね、土曜日でございます。時刻は5時48分。さあ、土曜日でございますよ。さあ皆様、こんな天気ですが、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、本当にね、夏はどこ行ったんだ。夏は昨日もちょっとね、撮影の時だけ夏っぽかったんですけど、もうすぐ土砂降りになっちゃったので、そっからね晴れてないですね。夏は本当どうしたんでしょう。この後これから来るんですか。夏は終わったんですか。全くです。また雨が降ってきました。本当にこれはもう、まあ、暑くないっていうのは私にとってはもうちょっとすごい嬉しいことなんですけどもね、晴れてほしい、晴れが欲しい、まあ、皆様もねそう思ってらっしゃると思いますけれども、いやなかなか大変だと思います、いろいろと。まあでも頑張っていきましょう。本当にね、頑張りましょう。一緒にみんなで頑張りましょう。大丈夫だ。我々は大丈夫に違いない。そう言っとります。大丈夫ですから。大丈夫、ね。ちょっと今日はもうすぐ戻らないといけない。本当にこの今この数分しかちょっと時間がないので、この数分で撮影しておりますけれども。まあ、皆様にとっては関係ないと思うんですけれども、私にとってはちょっと重大な、ね、土曜日は本当にちょっと時間がないんです。時間が本当にない。すいません、言い訳ばかりで、すいません。とにかく大丈夫だ。肩の力を抜きなさい。力が入ってたね今ね。力抜いて深呼吸して。さあ、ということで明日日曜日もね、楽しく行きましょう。楽しく、ちょっと天気よく分かりませんけれどもね、ちょっと場所によってはなんか夏休み1週間延期するとかっていう場所もあるみたいでね、ちょっと、まあ、詳しくは分かりませんけどもすいません、中途半端な情報いらないですねこれは。い、というわけでまた明日お会いしましょう。肩の力入ってます、抜きます。ふぅ、ちょっとね、時間に追われるのあんまり苦手なんで私は。なのでね、仕事もいつも朝早く出て余裕持って、なのでこういう仕事中の本当にせかされるっていうのが本当に一番嫌いなんでね、なのであんまりそういう仕事はしないようにしてるんですが、何の話ですか。さあ、また明日お会いしましょう。また明日ね、元気な顔でお会いしましょう。それではおやすみなさい。平山茂でございました。おやすみなさい。